今日は AWS d e e p l a c e r ハンズオンで学ぶ機械学習というセッションで Amazon Web Services Japan 合同会社データ AI ソリューション本部の鮫島が説明をさせていただきます。よろしくお願いいたします。まず今日のセッションのアジェンダなんですけども、まずその今日対象となる AWS d e e p l a c e r とは何かということについて最初に説明をしていきたいと思います。続いて、 AWSD プレイサーが使っている強化学習について説明していきたいと思うんですけども、強化学習というのは、機械学習、あるいは人工知能という非常に大きな技術領域の中の一部の部分的なものなんですけれども、こちらの詳細については説明をしていきたいと思います。で強化学習の中で、このディープレイーサーをうまく走らせるために、報酬関数という、 ものを工夫して、まあ、車をうまく走らせる必要があるんですけれども、この報酬関数というところについても説明をしていきたいと思います。で、報酬関数の説明が終わりましたら、AWSD e e p プ a s e r のモデルを、まあ、いかにして作るかというところでも、もあの説明していきたいと思います。で、デモが終わりましたら、あのハンズオンを皆さんでちょっとやっていきたいと思っています。ハンズオンが終わりましたら、その後 AWSD e e p プ a s e r の機械学習のアーキテクチャについて、少し深く見ていきたいと思います。 最後に出来上がったディープレイサーモデルの評価方法についてデモをして、最後にこのディープレイサーで学んだ次のステップとして、生成 AI といったそういったところにチャレンジですね。こういったところを説明できればと思っています。はい。ではまず AWS ディープレイサーとは何かというところなんですけども、こちらはですね、 えとこの右側にちょっとあの写真が出てますけども、ラジコンカーなんですけども、機械学習、特に強化学習という技術で動くあのラジコンカーになっていますと。で、AWS がまあこ,うこれまでいろんなこう機械学習のコースをまあえーと皆さんに提供してきたりですとか、そういったことを行いながら、 まあ開発者の皆さんに機械学習というのをこう身につけていただく、あの学んでいただくきっかけというのをこう提供できないかというふうに考えておりましたと、で本当にあの機械学習を触りながら、実際に手でこうコードを書いたりですとか、こう,こういうふうに手で持写真のとおに持って、ですねあの理解していただくためにどうすればいいかということをまあ真剣にこう考えてみた結果、あのこういったあの機械学習でこう自動運転のように動く。 車というのを用意して、皆さんで触ってもらうというのが実は最適なんじゃないかというふうに考えましたと。で、AWS で新しく出てきました、発表されました、2018年に発表されたディープレーサーなんですけども、こちらの仕様にありますように、18分の1スケールの四駆の自動車で、インテルの Atom のプロセッサーが載っていますと。で 逐次ですね、機械学習を動かすための、まあ、インテルのさまざまな技術が使われておりまして、この右の写真になりますようにこう、実は手,も手,も手前と言ったんですかねと、に向いているところが正面なんですが、ここにカメラがついておりますと。このカメラを使って、えっと、周囲の状況、具体的にとコースの状況をこう撮影して、その画像に基づいてこう車がこう動いていくと。まさに人間が運転して、目で見て運転するのと全く同じですね。まあ、こういったものをあの作っておりますと。 でえー、と初代、最初に出てきたものが、このディープレーサーの一、えーまあ、つのカメラだけなんですけれども、まあ、そのっ、えー、と、ステレオカメラということで、2つカメラがついていたりですとか、あるいはそのライダーのセンサーを付けられたりといったことができるようになっています。でまあ、こちらの、えー、と車を使って競い合うわけなんですけれども、えー、実は、まあ、競い合うといっても物理的なレース、このラジコンカーのようなのを使ったレース以外にも、他にもたくさんありますと。 でそういったレースに向けて、まあ、参加して、まあ、挑戦していきましょうというところなんですけどもそのレースに参加するまでの過程としてはこういった形になりますとまずいきなり車をこう動かすんじゃなくて3次元のレース環境シミュレーション環境というのが提供されますと。 でここのシミュレーション環境において、機械学習、強化学習を使いながら、この車をうまく走らせる仕組みっていうのを学びますと。で、何度も何度もシミュレーションで走らせておいて、強化学習のモデルを作り上げますと。 でその後、AWS のディープレーサーリーグ、まあ、バーチャルの、えー、とリーグというところに、えー、と作った、えー、とシミュレーションで何度も何度も学習したモデルをあの提出して、えーと、そこでオンラインで競い合うということも可能ですし、あるいは、えー、とディープレーサーリーグというのはこう皆さんあの、世界中の誰もが参加できるリーグなんですけども、あの一部のコミュニティの中でこう競い合うみたいなレースに、まあ、あの参加することもできますと。 実際にこう車を使った、例えば、AWS サミットなどでも行われますけれども、そういったところでのレースというのもありますから、車を使ってのレースというのもあの参加することができますと。さて、ざっとあのディープレイサーの概要、レースに参加するというところであったりとか、ああ実際に車があって、強化学習で動くというところを説明したんですけども、ここで、強化学習と機械学習というところについても、少し深く見ていきたいと思います。 まずあの、AI という言葉がありますと、AI というのは人工知能、アーティフィシャルインテリジェンスのことなんですけれども、まあ、人工知能というと非常にこう幅広い意味を持っていますと、でちょっとあのオレンジのところで書いてありますけれども、まあ、簡単に言うと、まあ、いろんな情報を集めてきて、それに基づいてあの正しい判断をしたりとか、えっと、アクションを起こしたりといったことができるような、そういったアルゴリズムのことを、まあ、人工知能と言っています。 例えばルールベースなんかも人工知能でして、あのまあ、例えば雲が多いから雨が降るとか、まあ、そういったところも人工知能の非常にこう一部として考えることができますと。でさらにこの、まあ、人間が作るルールだけじゃなくて、えっと、よりこうデータからそういったルールを作るような仕組み、えっと、こういうことがデータとして得られたらこういうふうになるはずだみたいなことをもう機械的に、えっと、もう自動的に学ぶようなアルゴリズムとして、まあ、機械学習というのが出てきました。 これは明示的にプログラムすることなく、つまりこうルールをえっと人間が作ることなくデータを与えれば、そこから判断できるアルゴリズムを作るという技術になりますとで。この中に、教師あり学習と教師なし学習と教科学習という3つのえっと種類が大きくございますと。じゃあ、ちょっとそれぞれを見ていきたいと思うんですけども、とまず、教師あり学習というところですね。これは あの例えば画像を認識したいといったケースを、まあ、右側の例で考えたいと思いますとで上のほうにバラとチューリップとヒマワリという、まあ、えと名前があって、えっと、その対応する写真、まあ、画像があってとっていうところがありますとでこのように画像と上の名前つまりラベルというのがあるんですけどもこのペアをえと使って学習するのが教師アリ学習になります、まあ、教師アリというのはつまりこの画像がえっとバラですよとか チューリップですよひまわりですよということで教師データ、まあ、あのラベルを与えてるってところが、まあ、教師あり学習と呼ばれる、まあ、理由になりますで、こういった画像とラベルのペアというのをたくさん与えて、まあ、トレーニングデータというのをあの作りましてこれを機械学習の、えっと、アルゴリズムの方に入力すると、まあ、この、えっと、できた機械学習のモデルというのは画像から、えっと、どういったものなのかというのを判断することができます 例えば、その、えっと、左側の画像を入れると、バラというふうに判断してくれるでしょうし、真ん中の画像を入れると、チューリップというふうにまあ判断してくれるかもしれません。ただ、えっと、右側に、ハてなと書いてあるんですけども、また見たことないような画像であっても、例えばこれはヒマワリと似ているなということを判断して、ヒマワリというふうにあの予測することもできます。これが、教師あり学習ですね。で、えっと、二つ目は、教師なし学習と呼ばれているもので、これは、 さっきあのラベルが教師ありというふうな意味になるというふうに言ったんですけども、逆に言うとここで言うのは画像だけを与えて、ラベルがないようなケースですね。画像だけをひたすら学習するようなものが教師なし学習というふうになりますと。まあ、画像でもテキストでもあの数字データでもそうなんですけども、ラベルがないものが教師なし学習ですね。 えっとなので、これは例えば、左側の画像がちょっとうさぎか猫か分からないんですけども、そういったものを入れたときに、これはうさぎか猫かっていうラベルはつきませんと。2つ目の画像が、花の画像なんですけど、チューリップとかっていうことは言,い,言いませんと。とにかくこういった画像を入れたときに、新しい画像、右側にハテナがついている画像を入れたときには、当然、ラベルがついてないデータで学習しているので、これがなんかひまわりだなとかっていうことは予測できないんですけど、たぶん、 まあこの与えられたあの花の画像に近いなみたいな形であのまあ分類することができますと。なので、明確にラベルまでは予測できないんですけども、近いグループを予測したりすることもできます。あと、最近こうトレンドになって生成 AI というキーワードがあると思うんですけども、生成 AI、こちらの画像生成とかまあテキスト生成というような形であの非常にこう使われていますけども、生成 AI、 もう基本的には教師なし学習が、えっとまあ、使われていますと。まあ、もちろんあの、発展系としていろ教師データを入れることもあるんですけども、まあ、教師なし学習がベースになっていることが多いですと。例えば、えっと、まあ、画像データであれば、画像をただえっと入れてで、まあ、画像がどういうふうな構成要素になっているかというのを学習したりですとか、あるいはテキストのケースていうと、たくさんのこうテキストデータをばーっと入れてですね。 で、そこでどういうあのテキストがよく現れているか、まあ。例えば、あの、そうですね、えっと、雨が降るとか、えっと、天気が悪いとかですね、そういった関連する用語をですね、こう、これまでたくさんのデータから、とにかく学習して、そのパターンをこう認識するみたいな、そういったことが、えっと、生成 AI で行われていますと。 で今回のまあディープレイサーでは強化学習というのを使いまして、これはさっきのこうラベルを与えるとか与えないとかっていうわけではなくて、あるデータに対して、まあ、状況に対して正しいあの判断をしたり、まあ、出力が得られると、えっと、それは何点だというふうなこうスカを与えるような、えっと、そういった形になりますと。で今、写真に見せているようにか、例えばロボットの制御のところで言いますと、これは多分なんですけども、この青いえっとロボット。 の上にこう箱がちゃんと載せれれば100点というふうな形になっていて、もし、教科学習がこの箱をここに載せるというふうなことを目的に学習しているのであれば、う,うまく載せれれば100点だし、ちょっと外せばまあ0点みたいな形で、そういったあのスコアを与えて、よりたくさんの点数を獲得できるようにまあ学習していくというのが、教科学習になります。 まあちょっとここまで概念的に強化学習というのを説明していきましたけれども、強化学習を構成するまあ様々な要素というのがあって、ちょっとそれに関連しての重要な用語をここで説明していきたいと思います。はい。というところで、まず、えーと、エージェントという言葉があります。これ、絵に書いてあるように、えーと、車の絵が書いてあるんですけども、ディープレーサーにおいては、あの実際にこう走る車、 をエージェントととして考えることができます、まあ、具体的には走る車そのものというよりは、車の中の脳みそといったんですかね、機械学習のモデル自体がエージェントというふうな形になります。エージェントは通常、えっと、何かこう目的が与えられます。まあ、ディープレッサーとタイムトライアルというのがあるので、なるべくこう早くコース回りたいとか、そういった目的が与えられます。でもう一つは、この車が走る環境ですね、えっと、コース。 とか、えっと、あるいはコースの見え方とかになりますと。例えばこうコースにもあの壁が実際はあったりするので、壁があったりですとか、コースアウトしたところの、えっとまあ、色が緑色であったりとか、まあ、そういったいろんなこう、えっと、コースの周辺の状況というのを、まあ、環境というふうに呼びますと。で環境というのはさまざまな、えっと、情報を持っているわけなんですけれども、エージェントは持っているカメラを通して、えっと、環境の状態を、えっと 取り込みますと状態というのは、つまりカメラでこう撮影した画像を、まあ、逐次取り込むような形になります。まあ、なので、これ皆さんも人間がこう車を運転しているときを想像してほしいんですけども、まあ、人間も車を運転しながら、えっと、目で、えっと、環境を見て、まあ、外を見て、ですね道路の状況を見て、えっと、その都度都度車が来ているとか、あの道が曲がっているとかですとか、そういった状態を把握しているわけですね。でそれに基づいて、あこうカーブだから左に曲がないといけないとか。 なんか車が来てるから気をつけようと行っていう行動を行いますよね。こう車の操作をするわけですと。でうまく運転ができると、まあ、報酬を高くもらえますし、まあ、できなければ報酬はもらえませんとか、あの全然こうコースアウトしちゃったりとか、まあ、ぶつかっちゃったりすると、まあ、0点みたいな、そういった形ですね。これをえっと何度も何度も繰り返すというのがえっと強化学習のことで、えっと、1回繰り返すことを1エピソードというふうに言います。 でここでポイントになるのが、この図の中のある目と右下の報酬ですね。つまり、うまく走れれば100点あげるけど、外れれば0点みたいな、このアンバいをどうするかというのが非常に重要になってきます。もう当然なんですけど、その正しくないことに対して高い点数を与えたりすると、当然それはうまく走ることはないですよね。ここをどう設定するかというとことですとで。報酬関数について少し説明をしていきたいと思いますが、 で報酬関数というのは、えっと、特定の行動に対してこうインセンティブを与える、まあ、うまく運転ができれば高い点数を上げるし、まあ、よくない運転をすると、まあ、点数を上げないみたいな、そういったことを行う、まあ、強化学習の中心となるようなものですと。実際にこうディープレーサーの例を持って、えっと、簡単に説明してみたいと思うんですけども、例えばあの、道路はくでくで曲がっているわけじゃなくて、直進の道路を考えてみましょうと。 で、これに向けて、あの、左から車がありますと、右側にゴールがあって、この最短でここに行きたいという目的を考えたときに、とてこう、皆さん、こう、まっすぐ走ればいいですと。つまり、ここのオレンジのラインをずれることなく、まっすぐ走ればいいわけですよね。でそのときにどういう報酬関数がいいかというと、えっと、オレンジのところを走ってほしいわけなので、 こんな感じですね。オレンジの、えっと、ところにえっと2点のえっと報酬を与えて、でそれより外せてしまうと0.2点、少し少ない報酬を与えますと。で、完全にコースアウトすると、これはもうやり直し、ダメだよっていう罰がついていますと。ですね。なので、こう、車自体は、このえっと2点、2点、2点って言って、まっすぐこうずっと走っ,て走ってもらって、 えと高い報酬を得るように学習してほしいというふうなのが期待としてありますと。で実際にえ、じゃあ、教科学習を走らせるときに、どういうふうな、えっと、学習になるかといいますと、これ、あのざっとこう学習が進む過程を示しているわけなんですけどもあの、常にオレンジを走っているわけじゃないんですよね、ちょっとずれていきますよね。あの まあ目で見れば222 2, 2って走っていけばいいのにと思うんですけど、最初0.2とか0.2を通って、なんか2を通ったりとかっていう,ような形になってきますと。で、だんだんですね、2をずっと通れば、最高得点を叩き出せるっていうことは、この車が学習していくので、最終的には今見せているように、2ラけをざーっとこまっすぐ走るような、強化学習ができると、そういうふうな形になります。 でこれはあくまで簡単な例なんですけど、実際にこうディープレーサーで同じようなことをやってみたときに何が起こるかというと、例えば左の図を見てください。探索フェーズということで、最初、学習しているときはですね、えー、っと,とにかくこういろんな方向にこう車を動かしてみて、あのーまあ、どれぐらいこ,うこの状況だと点数がもらえるのかというのは探索しているフェーズですね。ここはもうほぼ最初はランダムという形になっていて、もうどんどんどんコどーんスアウトしていきますと。 一方、右側の方の活用フェーズということで、えっと、探索フェーズでこう動けばこれぐらいの点数がもらえるんだなって分かった後に、えっと、これを使って動かしていくと、そんなにコースアウトしないですよね。まだコースアウトしてないですけども、つまりこの探索フェーズで得たデータを使って、あ 右にカーブしているときは、右に曲がればいいんだということを学習していって、でそれを活用しているということになりますそうすると、コースアウトをなるべくしないようなモデルができていくと、これが D プレイサーの中で行われている強化学習になりますとでです、ね。報酬をどん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 高めていくというところが、D、えー、プレイサーの中で行われていますと。 これ縦軸が報酬ですね、横軸がエピソード、つまり何回こう走らせたかっていうところになりますと。最初はこう低い状態からちょっとずつ上がっていきますと。上がっていって上がっていって、だんだんこう上がりにくくなってきますというところですね。今、右上のほうを見ていただくと、どんどん上がっていってこう上がりきらなくなっていますというところですね。まあ、ここまで来ると、あの多分これ以上はえっと良くならない、いわゆる収束の状態になりますとなのであの、まあ、ずっと。 学習を続けてもいいのはいいんですけども、あのいずれこう頭打ちが来るというふうな状況になりますと。で、まあ、このとき、もしいい結果が得られそうであれば、まあ、ここで教科学習を一旦止めてですね、T プレイサーの車を走らせてみるというのが、まあ、重要になるかなと思います。で、ここまで報酬関数の説明をしました。まあ、どういうふうな、えっと、報酬関数をセットして、 でえー、と報酬関数に基づいてどういうふうな学習が行われるかをあの説明したわけなんですけども、それ以外にユーザー側で設定できるものとした行動空間というのがあります。で行動空間というのは、えー、とディープレーサーの場合ですと、あの方向をどれ、まあ、何度、えー、と傾けるといか、まあ、どれぐらいこう曲がれるかというところの、えー、とパターンと、あとスピードですね。 えっと、早く進むか、えっと、真ん中ぐらい進むか、遅く進むかみたいな、そういった何段階かのスピードで、えっと、分けて、行動を設定することができます、選択肢を設定することができますと。でディープレーサー自体はこう、いろんなこう車から見える画像、えっと、環境の状態を踏まえて、えっと、角度であったりとか、曲がる角度であったりとか、あるいはスピードというのを、えっと、決めて、えっと、車を走らせますと。 つまり、えっと、画像が右に曲がるカーブであれば、右の方に曲がるような角度にしますし、まあ、直線だった人としたら角度は曲げずにスピードを上げるみたいな、そういった行動を選択します。まあ、この行動の角度とスピードの組み合わせというのは、つどつど画像を見て選びながら、えっと、動きますと。コード空間の設定としては、えっと、この 流度とっ,て言ったんですかね、えっと、角度をどれぐらい細かく分けるかですとか、スピードを何段階ぐらいにするかというところを、えっと、調整することができて、もちろんより細かく調整すると、あのそ,れそれだけこう細かくあの調整が効くような車になるわけなんですけども、逆に言うとあのいろんなパターンが存在してしまいますので、まあ、学習は少し難しくなるかもしれません。じゃあ、ここまで踏まえて、えっと、報酬関数作成をちょっとする にえっとディープレイサーのコンソールではこういった形の画面が与えられますと。えーっとまあ、ちょっと Python のコードがここに書かれているわけなんですけども、えー、っとここにです、ねえっと、報酬関数を、えーっとまあ、ユーザー自身であのこう実装していただくというふうな形になりますと。でえー、っと上のほうに、真ん中,、ね、真ん中のほうに3つのボタンがありまして、左 が、えっと、実際に報酬関数の例を、えっと、3つ用意していますので、ここから、えっとまあ、参考になる例を見ていただいて、まあ、作ることもできますし、真ん中がリセット、えっと、一番右が、えっと、これちゃんと Python として動くのかどうかというバリデートの、えっと、ボタンになっていますと。でえっと、ここでその報酬関数を与えるときにです、ね、まあ、作成するときにあの何もない情報から作成することはできませんと。 例えば、真ん中をこう走らせると2点みたいなことを、さっき例で説明したと思うんですけども、えっと、それを作るためには、当然真ん中かどうかという情報が必要ですよね。でそういったえっといろんな環境からの情報をえっと与えるために、パラメータというのがいくつか用意されていますと。 細かくはちょっとこの場ではお、えっと、見せできなくて、あの、ハンズオンとかで、あの、GitHub のページとかもありますので、えっと、そこでちょっと詳細を見ていただければと思うんですけども、例えば、あの、真ん中であるということを判断したい場合は、この上から6つ目のとこですね、distance from center というふうなパラメーターがありますので、ここのパラメーター値を見とれば、えっと、中心線からどれくらい離れているかというのを、えっと、値として取ることができます。例えば、これが0に近ければ近いほど、 真ん中を走っているということが判断できるわけですね。でそれ以外にあの、まあ、いくつか説明しますと、えっと、ヘディングっていうパラメーターがまずありますと、これは、えっと、X 軸、こう横方向ですね。横方向に対してどれぐらいこう車が傾いているかというのを、えっと、取るためのパラメーターになっています。なのでこう、例えばこうカーブのときにちゃんとこう曲がれてたら何点みたいなことを実装したい場合は、 このヒーティングのパラメータをうまく使うといいかもしれません。あと、すべてのこうホイールがえっとちゃんとコース上に収まっているかどうかっていうふうなパラメータ、all fields on track っていうふうなパラメータもあります。これはなるべくこう車輪が、というかタイヤがですね外に出ないようにしたい場合にはこれを使ったほうがいいですし。 さっきの中心に沿っている方がいいというところであれば、このディスタンスフロムセンターというところの、えー、と中心線からこう車体の中心前の距離の値を使って、えー、と判断して、なるべくこう真ん中の方が高い値を、まあ、スコアを与えるというふうなことができると思います。でこれはあの先ほどの、えー、とセンターラインを走れば2点、高いインセンティブを与えるというふうな例を、まあ、実装すると、こういう形になりますと。 でコードとしてはあのそうです、ね、7行目のところから始まるんですけども、まあ、トラックウィルスというところであのコースの幅を取ってきます。8行目が、えっと、中心からの距離ですね、ディスタンスフロムセンターというのを取ってきますと。でマーカー1というのは、えっと、幅に対して、えっと、0.1、10%の割合の長さ。マーカー2というのは、えっと、幅に対して25%までの長さ。 マーカー3っていうのは、えっと、幅に対して0.50%までの割合の長さというところで、えっと、つまり、まあ、はえっと、半分から50%なので、マーカー3っていうと、えっと、まあ、両面からすると、まあ、全体を取るような形ですね。中心線からすると、ちょうど、あの、半分からなんで、えっとあ、半分の距離になりますと。例えば、その、えっと、16行目のところ見てもらうと、中心線からの距離が、えっと、マーカー1、つまり、えっと、 トラックの幅の10%未満に収まっているということであれば、まあ、十分短い距離の中にあるので、まあ、リボード、まあ、報酬を1与えましょうと。ただ、マーカーにつまりそこから少し離れちゃうと,、えー、と0.5、マーカー3、さらに離れちゃうと0.1とで。エルスってことは、もうマーカー3より大きいってことは、あの半分以上超えちゃってるってことなので、もうこれはもうほぼあの外れてますと、もうコースアウトしてるので、まあ、報酬はかなり小さい。えー、と10のマイナス3乗の。あの 報酬を与えましょうというふうなそういった形になっています。でえー、と他にも、えー、といくつか、えー、と報酬関数の、えー、とサンプルがありますので、えー、とこちらはあのー、実際にこう試してみてもらえればと思います。はい、というところで、えー、とここまで説明した内容を踏まえて D プレザーのモデルのトレーニングを、えー、とデモでお見せしたいと思います。 で今お見せしているのが D プレーサーのコンソール画面に、えー、となりますけども、えー、とまずですね、えーと、リージョンなんですけども、バージニア北部のリージョンだかサポートされていますので、もしこのリージョンじゃない方はこちらを選んでいただく必要がありますと。えー、と左側の3本、えー、のところをクリックすると、あのまあ、いくつかメニューを見ることができると思いますと。 で今回は、えっ、ー、と、ゲットスタートとですかね。っていうところを見ていただくと、まあ、なんかちょっと AWSDPSR がどういうふうに動くかとかですとか、あと、えっ、ー、と、DPSR をこう、に必要なこう強化学習を学ぶためのコースだとか、いくつか紹介されていますけども、まあ、ここまでは、えっ、ー、と、これまでのセッションである程度ご理解いただいたというふうな前提でいくと、ステップ2のクリエイターモデル、ここのところ行ってみたいと思いますと。で、クリックしていただいて、 で、えっと、すごくシンプルにモデルを作ることができますと。まずこれからモデルを作るわけなんですけども、えっと、作るモデルの名前を、ここに入れますと。ディプレーサーで取って、まあ、もしあの詳細というか説明を入れたい場合は、こうオプションで入れてください。 でですねえっと次にえっとこのモデルをどのコースでえっと学習するかというのを選びますと。もしあのこれから参加するコースが分かっていれば、そのコースで多分練習というか学習した方がいいと思いますので、それを選べばいいかなと思います。例えば今このバーチャルサーキットでこの一番左側のえっとコースが選ばれました。 対象になってるみたいなので、もしこれに参加するってことであれば、ちょっとこれを選んでみたいと思いますと。で、このネクスとしていただいて、あとは、あの、今ってディープレーサーのレースタイプって3つあるんですけども、タイムトライアルが、えー、っと、一番左にあって、あとはこう、オブジェクトあのこう、障害物避けたりですとかあの、2つの車で競争したりとか、まあ、今回はタイムトライアルで生きてますと。あと、アルゴリズムですね。えっと まあ、PPO というアルゴリズムと SAC というアルゴリズムがありますと、えー、とそれぞれ、あのー、行動空間の選び方が変わったりですとか、ちょっとあの一部、あのー、条件が変わるんですけども、あのー、これあの使いたい、あのー、例えば行動空間に合わせて使っていただいたりとか、まあ、してもらえればと思いますと。と今回あの PPO で進めたいと思います。あと、もし詳細を、あのー ご覧になりたい方はドキュメントのほうに書かれていますのでご覧ください。あと、えー、と細かいハイパーパラメータもです、ね、こちらで設定することができますと。はい、じゃあ次、NEXT でで、次に行動空間、アクションスペースの設定になりますと。行動空間はまず2つ大きく分かれてありますと。 でコンティニュースアクションスペースというのはこう連続値であの設定できるアクションあ行動空間になっていて例えばスピードが0から10ということであるとそこはなんかこう何段階にかに区切られているわけではなくて本当に細かいレベルであの数値を直接あの連,続とし連続値として学習していくようなものになりますとでもう一つのディスクリートアクションスペースというのは、えっと、何段階かに分かれるものですね ちょっと下のほうも表示が変わったと思いますと、もう一度コンティニュアスに戻してみると、コンティニュアスだと本当に幅ですね、30からマイナス30の角度で曲がりますっていうふうに指定すると、この中で最適な値っていうか、ランダムで決定していて、学習していく値が決められるわけなんですけれども、ディスクリートの場合ですと、30度なんだけど、5段階で分けるとで、この5段階のうちどれかを選ぶというような形になります。 当然、コンティニアスの方が、あのこう滑らかというか、えっと、細かいレベルでの、えっと、角度、えっと、スピードの調整が可能なわけなんですけども、まあ、よりちょっと学習が、えっと、難しかったりとか、時間がかかったりするかもしれません。まあ、今回、ちょっとコンティニアスで進めてみたいと思います。あとは、えー、っと、車ですね。ちょっとあの私がいくつか作ってるのがあるんですけども、えー、っと、オリジナルディープレーサーカーでいいかな。これに。 しようかなと思います私は皆さんこれしかないかもしれません。私はあのあの色とかも変えれるので <laughs> 変えたやつがあるんですけども、まあ、そんな感じですね。はい、選んでいただいてで、注意していただかないといけないのは、えっと、レースにはレギュレーションがありますと。でカメラが一、えっと、つのレースの場合ですと、えっと、必ずカメラ一つで学習する必要がありますと。 で、ここはステレオカメラとかになっていると、あの2つカメラがついているとかになっていると、それは、あの、1つのカメラのレースに使えませんので、あのご注意ください。はい。で、最後は、あの、えっ、ー、と、報酬関数を決めて、これで、えっ、ー、と、まあ、ちょっと報酬関数をですね、えっ、ー、と、サンプルも、3、今は、今よタイムトライアは3つですね。でえっ、ー、と、オブジェクトを避けるのは4つ。 含めて4つになりますけども、えっ、ー、と、センターラインを、中心線を、えっ、ー、と、フォローする、まあ、追いかけるみたいな、そういった報酬関数をセットして、あと、ストップコンディションですね。えっ、ー、と、普通に、特に集し,しなければ1時間動き続けますので、まあ、えっ、ー、と、試しで10分ぐらいにして、そのまま、ディープレーサーのレースに、えっ、ー、と、 このモデルをですね、登録することもできるんですけども、したい場合はこうチェックしてください。特にしたくない場合は、ここ外してもらえれば大丈夫です。あと、賞をもらったときのこうノーティフィケーションのために、あの、e、メールアドレスっていうのをここでえと追加することもできます。あとは、リーグ、もし出る場合はですね、あの上で出る場合、出るというふうにこう選択した場合は、 あのエリアとか、そういったものがえとここで指定することが必要になってきますと。えっと、で、ちょっと私、あの、E メールアドレスとか入れずに、モデルサブミットしますよっていうところで、一応確認のえと画面が出てきますけども、まあ、OK なので、このままいきますと。そうすると、あのモデルのえとトレーニングが始まります。 あのモデルのトレーニングのためのいろんな環境のセットアップとか、あとはその実際にこうモデル10分ほど動かすっていうような、あの学習10分ほど動かすっていうようなこう指示を送りましたので、ちょっと時間はあのかかると思うんですけども、ちょっとこの間、えっと、待ってみたいと思います。で、えー、っと、そして、はい、今デモが、えー、っと終わったところなんですけども、えー、っと続いてですね、 ここから AWSDPS のモデルの探査、ハンズオンに行きたいと思います。先ほどちょっとデモでお見せした流れを皆さんでやっていただく時間としたいと思います。